それではご覧いただこう。はい、本日は、太郎上門橋にやってきました。橋は、左側ですかね。こちら左側に、橋があります。ライトが、見えるとこですね。そこが、ちょうど橋になっています。この橋ですけども、どうも、この辺ではなんか自殺ですかね。無銭自殺とか、飛び降り自殺とか、なんか自殺がとにかく多いようなんですよ。で、自殺者のデータも現れるっていうふうに言われています。こちらですね。こちらが、太郎上門橋になります。噂では、ここで、橋を作るときに、人柱を、作ったっていうような話もあるみたいですね。はい。例の噂としては、サラリーマン風の男性の霊が、よく現れるっていうふうに言われています。ちょっとどこに現れるのかまではわかんないですけども。人柱っていうからにはこういう柱に、埋まってる可能性があるってことですかね。結構割と新しめの橋のようにも見えますけど、年季の入った橋のようです。明るいですけど、ちょっとどの辺でその霊が現れたのかはちょっとわかりませんが、何か捉えるといいですね。ちょうどここは車が通れないようになっている道になりますね。昔は通れたんですかね。オーブみたいのが飛んでるように見えます。気のせいですかね。ちょっと後ほどスローにしてみたいと思います。はい、全体はこんな感じです。そろそろ去ろうと思います。失礼します。